一日が終わろうとしている時刻、空腹が限界に達している。帰りの新幹線で夕食を買いそびれたのは、新大阪駅前のゴザ早漏が焼ける匂いに気を取られたせい。子供時代、塾帰りによく竹なしの100円玉を回転焼きに捧げた。ぎっしり黒あんでお腹いっぱいと思いきや、誰かが連れ込んだ肉まんとたこ焼きの匂いに煽られて、名古屋駅を通った頃には腹持ちが途切れてしまった。そして今、ふて寝するのももったいないレシピがある。出来たてほやほやのあれを食べるのを想像するだけで、みるみる力が湧いてくる。加工肉の中でもマイナーな合鴨スモーク、見落としがちだけど、ベーコンやソーセージと変わらない価格と便利さなのだ。塩漬けされた鴨ロースはしっとり柔らかい肉質で、上品についている燻製の香りと脂身の旨味はソースの味出しになる。フライパンにチルドのうどんを滑らせて作るのはおうどんナポリタン。パスタと違って茹でる鍋も時間もいらない。冬季休業中のプチトマト、火を通せば見事な仕事ぶりを見せてくれる。マッシュルームの代わりに京都で採れた大黒しめじ、手でちぎるのは横着ではなく味への執着。わしわしと香りを放って断面も味しみしみ。合鴨ロースと合わせたい鴨南蛮でおなじみの京野菜九条ネギ。しゃっきり歯ごたえの薬味である身の上、一緒になってへたばらないようすぐ見えるところにのせよう。関西のお雑煮といえば白味噌仕立て。お正月以降は使わないというから頂戴してきた。白味噌をうまく使い切ることが正月から日常に切り替えていく鍵となる。夜のバターケチャップは乙女の大敵。最強味噌を隠し味にすることでナポリタン特有のこってり濃厚感を出す。弱火でおおよそ7分。うどんが解凍されるとき、具材にもしっかり火が通る。今回一番空腹につらかったのは、全国展開してると思ってノーマークだったチーズケーキの陸路おじさんが、ああ見えてコテコテの大阪のおっちゃんだったこと。それでも関西に帰省するとばかりあちこち駆け巡ったので、お土産も増えた。その一つ、冷え込む京都の街をポッと温めていたほうじ茶。日本茶好きの夜行性には優しい低カフェイン。ここに黒糖、すりおろし生姜、スパイスなどを合わせて蒸らせば、冬限定ほうじ茶シロップの出来上がり。あったかいミルクを注いでチャイにするのもよし、炭酸で割ってジンジャーエールにするのもいい。うどんがつるつる躍動感を取り戻した頃、じっくり火の通ったプチトマトから水風船みたいにジュースが弾けて、おうどんをみるみるナポリタン色に染めていく。昭和の味わいといえば、ナポリタンの隠し味でもおなじみのお醤油。風味をつける程度に鍋肌に磨けて一たらし。ソースの持ち味を引き立てて、ぐんと味わい深くなる。硬いスパゲティの麺は良くも悪くも外行き感がある一方、柔らかいうどんの麺はアットホームだ。空港で我がふるさとエタリとうどんをすするのはきっと、舌がこのもちふわ食感で落ち着くようになってるから。イベント好きな性格がたたり、気づけばクリスマスあたりから贅沢が抜けない。お正月は毎年祖父母が張り込んで作るおせち、多分一年で一番のご馳走を食べる。めでたいムードにかまけて、翌日以降もすき焼き、海鮮、焼肉で羽目を外した日々が続く。不安なのはこんな日々にもなれそうなことって、正月恒例カラオケで親友が歌った557188の歌詞が刺さる。とはいえ、連日続くご馳走から質素な食事に戻るのは、真冬にぬくぬくの布団を取り上げられるように辛い。できればご馳走の夢から気持ちよく目覚めたいものである。そこでご馳走と日常をつなげるおうどんナポリタン。
ナポリタンともうどんとも似つかない正体不明の食べ物は、フォークを使ってもお箸を使っても新鮮だ。アルデンテ的うどんのコシに加え、シャキシャキ、プリプリ、コリコリと年始のデパートくらい食感が渋滞してる。トマトソースは白味噌のコクと食材の旨味とが合わさって濃厚。トマトは崩れ具合で異なる味の印象を見せてくれる。王丼ナポリタンとほうじ茶風味のジンジャーエール、この和洋折衷なグルメ、今日の街の洋館のように洒落てはいないか。先ほどからはんなり柑橘疾風を吹かせられ、箸を持つ手が止まらない。柚子に手のひらで転がされてる。季節の食材たちで王道を味わえる。夜に食べちゃったではなく、食べてよかったと思わせてくれる王道ナポリタン。